はい、じゃーん、光です。モンスト久しぶりに動画にしたいと思います。マックス村井の動画見たら星6確定オールスター感謝ガチャっていうのがやってるらしいので、ちょうどオーブがね59個溜まってるのでやります。さっきね、なんだっけ、なんとかゴールっていうのがあの、このここにあったやつのガチャでモンタマガチャっていうので出ました。女のキャラですごいなんか、まあ、女性キャラで可愛らしかったんで嬉しいなと思います。でガチャ行きましょう。これだよね、これで10連するんでしょ。ん？あれ？変わってない？あ、これか。どれだ？これか、オールスター。1日1回。これだね、6確定。これで、マックス村井はなんか、3つ当たりが出てました。行きましょう。オーブ50個。ガチャル。よし。確定演出とかあんのかな？なんか反対回りするんだよね。ないけどね、今回は。うん。あ、多分ね、あの、当たりじゃなくてもこうなります。僕全然モンスター持ってないから。そうそう、よくわかんない。あ、女性キャラじゃん。いいじゃん。あ、星4か。星6出た、今なんか。なんか出た。星6、6?5、5?6 出た。あ、5。え、なにこれ。なに ?5 は当たりなの？どっち？これはハズレっぽくない？ちょっと。わだーっつってね。あ、ブルースリーがいるからね。あ、でも今のところ当たり2個だね。これは当たりじゃないでしょ。なんか持ってた気がするな、前のアカウントの時。あ、ラスト。これが当たればマックス村井と同等だ、同等になる。あ、外れ臭いな、これは。あ、当たりだ！待って、まずこれね。これガブリエルじゃない？あ、違うじゃん。ガブリエルってなんかこんな感じじゃなかったっけ？これ持ってたな、昔のアカウントで。これはず、ミカエル。ミカエルってなんか、ガブリエルに似てる名前だけど。ミカエル、ファントム。ね。ネジファントムね。はい、こんな感じでした。当たりか外れかわかんないです。以上です。Please subscribe.